今週の青学アナウンス研究会3年生の矢部芳樹です。今回は新入生の3人の皆さんに来ていただきました。もう新入生ということでどうですか、学校生活は慣れましたか？慣れてきましたが授業時間が長くて大変です。朝起きるのがとっても辛いです。友達作りが大変です。なるほど、結構いろんな悩みを、ね、抱えている方が多いと思うんですが、皆さんはどうですか、悩みを抱えている方はいませんか？でその中、この青学内には学生相談センターというのがあります。それがこちらになっています。今回はこちら学生相談センターを取材していきたいと思います。はい、こちらが学生相談センターになります。入ってみたいと思います。こんにちは、本日はよろしくお願いいたします。やはりこの時期になってくると5月ということで体調を崩されたりとかいう方も多いかなと思うんですけれども。そうですね、で、初めて来ていただく学生さんにはこのように安心して面接していただけるように了解事項を書いていただきます。裏には相談したいことがありますのでこれを書いていただいた後、そこの面接室にカウンセラーさんと一緒に入ってもらいます。それでは山地さん、早速面接室に行ってみましょうか。はい、失礼します。ゴールデンウィークが過ぎると私たち新入生からはどういったお悩みが来るんでしょうか？かなり新入生の相談がたくさんあるんですけども、新入生ならではっていうと今の時期やっぱすごく焦ってしまっている、友達が自分だけ友達ができない、どうしよう、もう友達作れないんじゃないかっていう悩みであったりとか、周りの人たちがすごくアルバイトとかサークルとか充実しているように見える、焦ってしまうってことですね。まず1年2年生に限らず3、4年生になってくると就活が自分だけ決まってないみたいに思ってしまって焦ってしまうってことがすごく今の時期とても多いので、それが特徴ですね。そういった時にはどういう対策をしたらいいんでしょうか？まずはやっぱりそういう時ってみんな緊張して物事が俯瞰的に全体が見えなくなってしまって萎縮しているので、まずはリラックスできるようにゆったりとカウンセラーがお話を聞いたりすることもできるし、誰かを家族とか友達とかとまずこと自分の気持ちを落ち着かせられるような時間を過ごして、例えばまあフィットネスセンターも体の方からまずリラックスしてみるとか、そういうこともおすすめですよ。自分の好きなことをやって、まずそれからもう一度気を引き締めてっていうことがいいと思います。学生相談センターいろいろな活動をイベントがあるんですけども、今日紹介したいのはランチタイムスペースです。月曜と金曜日のお昼休みの時間帯、12時半から1時半の1時間相談センターの一室を開放してますので、そこでゆったりとお茶飲んだりとか本読んだりとか、一人で来てもいいし二人で来てもいいし、リラックスしてまた三元の方に向かっていただければなと思います。お待ちしてます。